今回は基本の鶏ガラスープの作り方を紹介します。材料は鶏ガラと野菜くずなどの余り物などで作れるので、ご家庭で作る場合でも鶏ガラを用意すれば簡単に作れます。ガラを湯がいて煮るだけなので難しいことはなく簡単にできます。基本のスープのままでも美味しいですが、丸鶏やもみじなどを入れるとさらに濃厚になります。ガラは水でよく洗い、汚れを取り、内臓や血合いがついているところは取り除きます。この作業をしないとスープに臭みが残ることになります。沸騰したお湯にガラを入れ、軽く湯がきます。ガラの表面が白くなってきたら取り出します。お湯から揚げたガラを流水で洗い、表面についたアクなどを洗い流します。ガラがちょうど浸かるぐらいの水を寸胴に入れ、お湯を沸かし、沸騰したらガラを入れます。ガラを入れ、再度沸騰してきたらアクが出てくるので取り除きます。完全に一度グラグラするまで沸騰させてアクを出し切り、丁寧に取り除き弱火にします。これからだいたい4時間ぐらい煮ていきます。弱火にして、アクが取れたら青ネギ、生姜、玉ねぎ、人参、キャベツ、白菜の芯などを入れます。豚肉の切れ端や背脂などがあったらここで入れときます。4時間ぐらい煮たら野菜を取り出し、スープの濃度を見て確認します。もっと濃度を上げたければさらに2時間くらい煮てもいいでしょう。このままで良ければガラを取り出し、スープをこしていきます。
今回の基本の鶏ガラスープは少ない材料で簡単に美味しくできる方法を紹介しました。野菜の皮や芯の部分など余った野菜などを取っておいてスープを作るときに使うといいでしょう。最低限入れた方がいい野菜はネギの青い部分と生姜です。さらに基本のスープに材料をプラスして自分好みのスープにアレンジしていくのもいいでしょう。次回は前回のチャーシューと醤油ダレを使い、この鶏ガラスープと合わせたチャーシュー麺の作り方の動画をアップします。それではまた次回よろしくお願いいたします。